はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ガイアクキングです。さあ本日なんですが、皆さんはワイトキングというスーパー脳筋モンスターをご存知でしょうか？このワイトキングというモンスターの効果めっちゃ楽しいですよね。めっちゃわかりやすいし、このカードの元々の攻撃力は自分の墓地のワイトキングワイトの数かける、1000ポイントになるよと。でさらにこのカードが戦闘によって破壊されて墓地を加えると、自分の墓地のワイトキングがワイトを除外すると特殊ができるよっていう、まあ、戦闘では実質無敵みたいなね、そういう効果を持ってるんですよね。で、今回はなんかデュエルリンクスにもね、なんかそのワイトの新規が来るらしいんですよね。なので、本日は、ワイトデッキをしっかりとフルパワーで組める、あのカードに縛られていない自由度高いマスターデュエルにて組んできましたので、ご紹介していきたいと思います。このモンスターね、楽しいよね。この分かりやすいじゃん。あのワイトとワイトキングの数かける1000ポイントになるだけだ。ほとんど効果これだけ。もう脳筋でぶん殴るだけ分かりやすいね。このモンスターを今日は、使ってぶん殴っていくっていうデッキなわけですよ。で、まあぶん殴っていくとはいえ、こんなもん先行でポン出ししたところで弱いじゃないですか。ぶっちゃけ効果破壊とかバウンスとかいろいろあるから、まあ除外とかいろいろあるんで今の環境ね。なのでどうやって回していくかっていうと、このデッキ、まあやっぱりまずそもそも現代遊戯王の、まあ、常なんですけども、まず先行で何かすることがないデッキは弱いわけですよ。なのでこのデッキは先行でちゃんとやることがある、資料を同波数だっていうねこのモンスターを、先行で立つて、制圧していきます。こいつがまあ強くてね、あのこれ知らないデッキの時もやりましたけど、あんまり続くモンスターのね効果が発動するとそれを無効にすると、あと自分また相手のフィールド墓地のモンスターを除外するよっていう効果がどっちも使えるんですよ。ドイツチェーン上では無理だけど、あのどっちも使えるんで、まあ、このモンスターを立てて先行で制圧しながら、まあ、3ターン目くらいでワイトキングを立ててぶん殴っていくっていうね、まあ、そういうモンスターに、そういうモンスターとかもうそういうギミックになっております。で展開方法は、対戦動画を見ていただければ分かるようになってますんで、まあ、そっち見ていただいて、モンスターの効果とかを、どうやって使うかっていうのを説明していきましょう。まずワイトはまあいいわな、あの通常モンスターだから。これは墓地の不良でワイトキングもいいわな。でこれ、ワイトメア、これは、ゲームから除外されていや手札から捨てるとね、手札から捨てるとゲームから除外されている自分のワイトかワイトメアを、墓地に戻す、またはゲームから除外されている自分のワイト夫人を特殊召喚できる、またはワイトキングを特殊召喚できるっていう効果があるんですよ。で、この、まあ、下の方がですね、基本的にはこのゲームから除外されている自分のワイト夫人を特殊召喚するっていう効果を基本的には使っていきます。で、ワイトプリンス、これどういう効果を持ってるかっていうと、ワイトプリンスは、あ、ちなみにね、ワイトプリンスもワイトメアも、ワイト夫人も、全部ですね、あのワイトになれます。墓地ではワイトとして扱う、これもですね、ワイトベイキングも全部ワイトとして扱うんで、あのワイトキング の打点の上昇に換算してくれますけどね、はい。で、ワイトプリンスは、墓地へ送られた場合、デッキから、ワイト夫人1体ずつを手札デッキから墓地を送ると、自分の墓地からワイト2体とこのカードを除外するとデッキからワイトキングを1体特殊召喚できるよっていう、このね3番の効果と2番の効果がかなり噛み合っていて、墓地を送られたらワイトとワイト夫人を送れるんで、まあ、全部で、こいつを墓地を送ればワイトが3枚墓地に送られると、まあ、要はワイトキングの打点でいうと3000打点換算できると。でさらに、除外するとワイトキング出せますから、この除外ゾーンから、戻してくる、要はワイトを戻してくるっていうギミックを使えばね、例えばさっきのワイトメアとかで、まあ、ワイト夫人戻したりとか、あと今回そのジエンドスピリッツっていうモンスター入ってるんだけど、これが墓地を送られると除外されているその闇属性を全部墓地に戻すよっていう効果あるんで、まあ、これを、墓地に送ることによって、なんかめっちゃ除外しておいたワイトを一回墓地に戻すことによってものすごい打点のワイトキングが爆誕するみたいなね、まあ、そんなギミックになってます。はい。でグロップブルームは、ドアスーラを出すためですね、これ、はい、ハリファイバーから出してきます。それからワイトベイキング、この人が何するかっていうと、この焼き芋はですね、自分のフィールドのレベル3以下のアンデッド族モンスターが戦闘効果で破壊される場合、代わりに手札のこのカードを捨てることができるということで、ワイトキングとかを効果破壊から守るっていうね謎の強い効果持ってますね。はい。ライトニングストームとかサンダーボルトとか、そういう効果から守りますね。それから、このカードが墓地へ送られた場合、デッキから以下のモンスターを合計2体手札に加えると、これが強いですよ。まあ、3番の効果をメインに使っていくんですけども、ワイトまたはワイトベイキング以外のワイトのカード名が記されたモンスターを手札に加えるということで、これでワイトプリンスと、ワイトメア を持ってきて、ワイトプリンスを墓地に送るっていう動きですね。基本的にはこの動きで、ワイトプリンスでさっき言ったように墓地肥やして、でワイトキング特殊召喚しながらワイトメアで除外したワイト夫人を戻すっていう動きが基本ムーブになってますね。はい。でワイト夫人は、
これはまああんまりその展開で使うことは展開で使うというか効果を使うことはないんだけど、このカードがフィールド上に表返しを乗せる場合、ワイド夫人以外のフィールド上のレベル3以下のアンデッド族は、戦闘で破壊されないし魔法トラップの方が向けないということで、一応ワイド夫人立ってるとワイドキングがめっちゃ強くなるっていう感じですね。で、ユニゾンビ、これが圧倒的1枚ショート、こいつを引きましょうっていうデッキです。はい、まあ、先行でワイドデッキだと先行でそのユニゾンビを持ってこれさえすればあれができます。ドアスーラ構えられて、で次のターンにめっちゃ爆打点のワイトキングを爆弾させるっていうこともできるんで、もう本当これを引こうっていう、そういうデッキで、まあ、これを持ってこれる、影物も入ってるっていう感じですね。はい、まあ、展開は対戦動画をご覧ください。で、ワイトプリンセスは一応ベイキングとかから持ってこれるんで一応入ってるんですけども、こっち手札から捨てると、自分の手札フィールドのこのカードを墓地を送るとフィールドの全てのモンスターの打点が、ターン使用時までそのレベルか、ランクかける300ダウンするってことで、ワイトキングはレベル1だから全然ダウンしないけど相手の打点はめっちゃ下がるっていうことができるんですよね。だからまあこれは1枚入ってるっていうのと、このカードが召喚と故障感成功した時にデッキからワイトプリンセスを墓地を送るっていう効果もあるので、まあ、これでね展開に補助にもなるから、まあ、ワンチャン強いと思うので、まあ、これは1枚入った方がいいかなっていう感じですね。で、目付きは、ユニゾンビとかから落として、ワイトキングとかを、まあ、蘇生したりとか、まあ、そういう動きができるんで1枚、あ、3枚っていうのと、ジ・エンド・スピリッツはさっき言ったように除外されているワイトメアとかワイト夫人とかを、まあ、バーって墓地に戻してワイトキングの打点をめっちゃ上げるために入ってます。はい、で、バンシーはアンデッドワールドを張るように1枚と、ドーハスーラを、グローアップルームから出してこれるように1枚っていう感じですね。で、死者蘇生は、展開力を上げるため、それからワンフォーワンは、ワイトキングを出すため、それから、まあ、破壊の指名者、これはもう先行で、その影物の効果にゆららって言われるとマジでやばいんですよ。やっぱね、影物がね強いようでめっちゃ弱くて、これうららめっちゃ食らって、その何も場に残らずにターンエンドするしかないっていうことがあるんですよね。これがめっちゃ辛いんで、まあ、そういう時のための、まあ、墓穴ですよね。で、まあ、ワンチャンここ取っちゃった時のための、近所で一つずつ、まあ、もちろん墓地に手札を送れるっていうのが相性がいいので入ってるっていう感じですね。これは、はい、まあ、もうちょっと誘発とか入れてもいいかなとは思うんですけども、まあ、ファンコーチ区だし別に引くかっていう感じですね。はい、で、エクストラデッキは、使うモンスターは、メインキミックで使うモンスターは、まあ、リンクリボー、ハリーファイバー、それから、まあ、ユニオンキャリアと、あとシューティングライザーぐらいなんですけども、あ、展開は対戦ご覧ください。なんですけども、まあ、あとは他にね、ご自由にアンデッド族展開で、まあ、使えるモンスター入れとけばいいかなって思ってるんだけど、まあ汎用的に、ね、例えばハリーファイバーから出してこれる、まあ、フォーミュラーシンクロとか、それから、まあ、ドーハスーラとフォーミュラーシンクロでシンクロ召喚できる、シラヌイ、ホムラガミシラヌイとか、それから、ユニゾンビの打点を、打点じゃないレベルを上げて、目月とかゴズキとかと一緒にシンクロ召喚できる、カオスルーラーとか、カオスルーラーは結構ね墓地壊しできるんで結構相性がいいっていうのもありますしね。それからレベル32体で出せるリバイエールで除外されているモンスターも戻したりとか、アルミラージ、これはまあ事故っちゃった時にね、なんかその通常召喚したらモンスター1体、まあ、例えばワイドプリンスとかを墓地に送るために、アルミラージにしてワイドプリンスの起動したりとかっていう感じですね。で、トレミアフェニックスは汎用の魔法トラップカードを除去用に1枚、それから、バンパイアサッカーはアンデッド族なんで、まあ、2体で作れて、ドーハスーラが特殊召喚したときにワンドローとかしたりね、いうことができるんで1枚。マスカレーナは、まあ、トロイメアニコーンとか、アストラムとか、アクセスコロとかにつないでいくと強いので、まあ、1枚と、まあ、この辺はまあ適当に、まあ、1枚ずつですね。で、ユニオンキャリアは、これは、この、ジ・エンド・スピリッツを装備して、で装備したモンスターをそのリンクソアにしたりとか、まあ、ワイトキングにジ・エンド・スピリッツを装備してワイトキングをリンクリボンに変えて、でジ・エンド・スピリッツをの効果使って除外ゾーンからめっちゃワイト戻して、で墓地の目付き除外してワイトキング出して、でワイトキングでぶん殴るみたいなこともできるんで、まあ、これはねあった方がいいですね。はい、まあ、メインギミックで使うのは本当にライザー、クリボー、ハリーファイバー、ユニオンキャリア以外はもうほとんど使わない。うん、あとはもうほんと何でもいい一応ね出せるモンスターを入れてくださいっていう感じですね。はい、早速動かし方ご覧いただきましょう。ワイトキングの爆打点でぶん殴っていくぞ、デュエルスタート。先行はもらった、俺のターン、よし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 
これはハールウララ食らってもいいぜ。さあ、修羅の湯の鍵物を効果発動。このカードをリリースすることによってここにねうららって言われて、あ、うららです、あ、無理ですなることが結構あるんですけど、まあ、破壊のあるときは、ね、安心ですよね。でユニゾンビの効果発動、ユニゾンビの効果によって何もねえの相手、まずは、自身のレベルを1個上げるっていう効果を使うぜ。デッキからモンスターを持ち送るぜ。もちろん送るのはそう焼き芋、ワイトベイキングを墓地に送らせてもらうぜ。そして焼き芋が墓地に送られた場合の効果を発動、ワイト系のモンスターをなんか2種類持ってこれる。そしてこれによってワイトメア と、ワイトプリンスとかいう最強のモンスターを2体俺の手札に加えさせてもらうぜ。そして、2枚加えた上で1枚墓地に送るとかいう最強が持っている。これでワイトプリンスが墓地を買った場合の効果を発動、ワイトとワイト夫人も1体ずつ墓地に叩き落とすことができる。これによって俺様はワイトプリンスの効果を起動できるってわけだ。ワイトプリンスは墓地の自身とそれから墓地に存在するワイト2体をゲームから除外することによりデッキよりワイトキングを特殊召喚できる。現れよワイトキング。そして、手札に存在するワイトメアの効果を発動、ワイトメアの効果により、除外されているワイト夫人を特殊召喚できる。これによってワイト夫人を特殊召喚。そして、レベル1のモンスターが1体でリンク召喚、現れよリンクリボー。ほい。そしてレベル3のワイト夫人にレベル4のユニゾンビをチューニング、シンクロ召喚。これが一応確定ルートですね。ドハスーラの先行ワイトキン、ワイトデッキの先行ドハスーラの確定ルート、はい、これユニゾンビ1枚しか 使ってませんので、はい、シューティングライザーを特殊召喚、シューティングライザードラゴンの効果と、シューティングライザードラゴンの効果によりデッキから墓地にモンスター1体を墓地に送り、視界の番手を墓地に送りレベルを3にしていく。そして、チューナーとチューナー以外のモンスターが2体でリンク召喚、アローヘッド確認、サーキットコンバイン、クリストロンハリファイバー、ハリファイバーのリンク召喚成功時効果発動、デッキからレベル3以下のチューナーモンスター1体を特殊召喚できる。ちなみに視界の番手はライザーで送ってるんで、このターン効果発動できないということだけ注意ですね。はい、で、相手のエンドフェーズになってからじゃないと、ちょっとアンデッドワールド張るムーブができないんでね。はい。で、もうやっちゃうか。もうやっちゃおう。グローアップブルームを、墓地の送り、俺は、さらにその効果にチェンジし、視界のバンシーの効果も発動。視界のバンシーの効果により、このカードを墓地から除外し、アンデッドワールドをデッキから発動することができる。これちなみにクリストロフ・ハリファイバーの効果を発動したい場合はですね、相手の動き待ってもいいんですけど、ちょっと制圧したいな、先に制圧したいなっていう場合は、こっちの方がいいです。はい、なんでかっていうと、すぐに同波数が出せるんで、これで。ちょっと難しいんですよね、ここ、いつタイミングあるか。これ、グローアップブルームの効果で、アンデッド族モンスターしか特殊召喚できないよっていう、一応ライトニングストーム気がするか。だからアンデッドとしか特殊召喚できない縛りがついちゃうんですよ。だからハリファイバーの方がちょっと若干死んじゃうんですよね。まあ、ここで一応その緊急テレポート、まあ緊急テレポートはいいわ、緊急テレポートはいい。はい、あ、ピリカちゃんじゃん。何デッキだこれ。チャンピリじゃん、チャンピリ。これ召喚成功でも、これ別に今効果ないんですよね。召喚特殊召喚成功した時に墓地のリンクモンスター特殊召喚できる効果なんですけども、これがですね、グラスベル、はいはいはい、ウィンドウィッチか。なるほど。グラスベル君の効果はなんか わけわかんないけど、無効にしとくか。ドーハスーラーの効果発動。フィード上のモンスターの効果は無効にさせてもらうぜ。さあ、グラスベル君の効果は無効だ。よーし。まあ、このね、ドーハスーラーで先行で制圧をして、で、制圧した次の、要は3ターン目ですね。3ターン目にワイトキング出してぶん殴っていくという私は構築にしております。はい。ウィンドウィッチ、ウィンターベル、これ誰？何するマンこれ？わからん。なんかでも、ウィンドウィッチって確かクリスタルウィング、シンクロドラゴンとかなんかバンバン出てくるよね。クリスタルウィング割ときついっていうのあるね。あ、それじゃあ、リンクリボー発動するけどいい？リンクリボーの効果発動。リンクリボーの効果を発動し、打点をゼロにする。効果を発動していく。これはバインってなるといいか。除外する必要もねえな。ほい。で、特殊召喚いいよ、全然いいよ。これ除外する必要もねえな。これバインってなるだけだろ、これ。
バイーンってなるだけはもう全然大丈夫です。はい、バイーンってなんねえか今、モンスター数減ってっから。まあいいや、まあ、どうせ君のモンスターはワイトキング上から叩き潰される運命なんだよ。おっと、そろそろ除外するか。さすがに500万か、いいや別に500万は別に食らってやるわ。まあ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 、損害許し差し上げましょう。はい、さあ何ができるんでしょうか。まあまだ1枚除外が残ってますからね。モンスター効果を発動した時に、モンスターを1体除外するという効果残ってますんで、ドハスラ君の。さあメイン2で展開できるものはしてみな。エンドフェーズ、おいなんだその甘えた展開は。このワイトキング様が分からしてくれる。一滴も来た、なるほど。ですね、まあ、とりあえず、また同じ動きすればいいから、影物召喚から入っていいな。影物召喚、そして、影物の効果を発動。影物の効果により自身をリリースすることにより敵から守備力ゼロのアンデッド族チューナーを特殊召喚できる。現れよユニゾンビ。そしてユニゾンビがまたさっきのムーブをしてもよろしいか。さあまずは、自身を対象にとってもいいが、こちらでデッキからアンデッド族モンスターを墓地に、あれこれ一回除外しよっか。同波数弾の効果発動。さあお前の中謎のモンスターを除外させてもらう。消え失せろ、そのシンクロモンスターには消えてもらう。ふん、おさらばだ。よし、そして焼き芋大会を開始していくぜ。焼き芋を墓地に送り、そして焼き芋が墓地に送られた場合の効果を発動。焼き芋が墓地に送られた場合、何それ、ウィンドウィッチブリザードベル、誰やお前。500万、あ別にいいよ500万は別にいいよ、500万は別にいいや。でワイトベイキングの効果発動。またもう一丁ワイトプリンスとワイトメアを持ってきていく。ワイトプリンスとワイトメアをと持ってきていく。そして、1枚手札を捨てる。ワイトプリンスを墓地に送る。そしてワイトプリンスが墓地に置かれた場合の効果発動。ワイトプリンスは墓地に置かれた場合、ワイトマット、ワイト夫人を墓地に送ることができる。これによってワイトキングの打点がどんどん上がっていくぞ。よし、そしてワイトプリンスの効果発動。ワイトプリンスの効果によってワイトとワイト夫人をゲームから除外することによりデッキよりワイトキングを特殊召喚できる。現れよワイトキング。もうすでに5000あるよしよしよし、もうすでに5000のでかいぞ。そしてワイトメアの効果を発動。ワイトメアの効果によりゲームから除外されているワイト夫人をこのフィールド上に特殊召喚できる。そしてさらにさらにユニゾンビの効果を発動。ユニゾンビの効果によって手札のモンスターを一体墓地に送らせてもらうぜ、ワイト夫人をね。さあこれでもう打点は7000だよし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 、まだいけるぜ。ここで、俺はアンデッド族モンスターとアンデッド族モンスターでリンク召喚。こういくかユニオンキャリア。そしてユニオンキャリアの効果を発動してもらうぜ。ユニオンキャリアはフィールド上のモンスター1体を選択し、そのモンスターの種族または元々の属性が同じモンスターをデッキから装備することができる。これによってジ・エンド・スピリッツをこのモンスターに装備させてもらう。そして俺はユニゾンビと同波数らでリンク召喚。現れよヴァンパイアサッカー。そしてジ・エンド・スピリッツが墓地をくれた場合の効果、除外されているモンスターを全て、除外されている闇属性モンスターを全て墓地に戻す。これによりワイトキングの攻撃力は12000バトルだ。さあ骨の王のアルティメットパンチを食らえ、行けワイトキングアルティメットロマン砲、ワイトパンチドゥ
ホワイトキング最強対戦ありがとうございました。さあハンドは悪くはねえな、悪くはない、悪くないが、悪くないが影物これ通るかどうかによるな。影物通るかどうか問題発生中。知らないの影物を召喚、知らないの影物の効果発動、影物の効果により守備力ゼロの安定続モンスターを特殊ができる。通る、よし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 。ここにウララって言われるとマジで一瞬でね世界が終了するんですよね。あのゲームエンド、本当に影物とかいうモンスターなんか強そうで弱いんだよな。さあいつもの動きをしていくぞ。さあワイトベイキングの効果を発動。ワイトベイキングは墓地に置かれた場合、ワイト系のモンスターを2種類手札に加え、そして1枚を墓地に置くことができる。ここで加えるのはワイトミアともちろんワイトプリンス、ワイトプリンスを手札に加え、そしてワイトプリンスを墓地に送ることによってワイトプリンスの効果を発動できる。ワイトプリンスは墓地に送られた場合、ワイトとワイト夫人を墓地に送るという効果を持っている。ワイトとワイト夫人を墓地に送っていく。この動画俺何回ワイトって言うんだろうね。数えてみて誰か、俺何回ワイトって言った、この動画でワイト夫人とワイトをゲームから始まして、デッキからワイトキングを特殊召喚、そしてワイトメアの効果発動。ワイトメアの効果により除外されているワイト夫人も特殊召喚、そして、レベル1のモンスターが1体でリンク召喚現れよ。ワイトクリボー、そしてレベル3のワイト夫人にレベル4のユニゾンビをチューニング、シンクロ召喚、ワイティングライザードラゴン、そしてワイティングライザードラゴンの効果と、ワイティングライザードラゴンは、特殊召喚に成功した場合デッキから、ワイト系のモンスターを墓地に送ることができる。これによって、視界のワイトを墓地に送っていく。そしてチューナーアップモンスターに対してリンク召喚、あれあれよ、ワイストロンハリファイバー、そしてハリファイバーの効果発動、まあ、ちょっと引いちゃってるんで手札から行きましょう。引いちゃってても、まあ、こいつ引いちゃっててもいいんですよね、別にグラップルーム。ちなみに、はい、でワイトキング出しとくか。目付き送りながらワイトキング出すっていうなんかすげえ強そうなムーブできるな。目付きを墓地に送りながら俺はワイトキングをデッキから特殊召喚しておくぜ。いけワイトキング、ドーン。あ、もうすでに4000ある、よし、でかい、すでに4000ある、でかい。これに関してはで、これでターン終了していく。さあお前のターンだ。ドローフェーズに打つか、あの打たないかっていうのはちょっとまあ諸説あるんですけど、ちょっと一回待ってみますか。要はグローアップブルームの効果を使ってしまうとハリファイバーの効果が発動できなくなるっていうね。できはするけど、あのアンデッド族しか出せなくなるから、アンデッド族シンクロチューナーしか出せなくなっちゃうからハリファイバーで。お前何してんだ。お前何してんだ。くっそー、絶対に許さねえ、ドンサルさんと。じゃあ動くか。リンクリボーの効果発動。ちょっともう今ハリファイバールート消えたんで。まあ、ちょっとハリファイバールート消えたんで。いや、本当は、あそこでハリファイバーで、フォーミュラーシンクロン出してね。ドーハスレラも出しておくと、一応2と8でシンクロ召喚で、ホムラ神出せるんですよ。ホムラ神知らねえが出せるんですよ。だから相手のターンに、2体、モンスターを破壊できる。まあ、ムーブがあるんだけどさ、一応。で、ドーハスレラを特殊召喚するしかねえ。まあ、一応守備か、一応守備だ、よし。まあ買わなかったっす、正直。怪獣あるんだったら買わなかった。ボールパーク来た、やっば。ボールパークはやべえ、いや強えな、ハンド。いやでもこれワンキルは取れねえんじゃねえか相手。いやさすがに同波数は強いだろ。このリンクリボー効果で自身をリリースして攻撃をゼロにするよっていう効果にチェーンして、ドハスーラ君の効果によってお前のフィールド上のゴキポールとかいう謎のゴミモンスターはな、ゲームから除外させてもらうぜ。戦闘をできなければ、ダメージ計算をできなければ、あのフィールドマフはどうってことはない、どうということはないのである。よし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 
来た。あとはですね、あれですね、あの G ボールパークだけ破壊すればいいんですよ。はい、あの G ボールパークとかいうゲロ山あのフィールド魔法だけは破壊しとかできないので、影物効果発動、こっちにリリースしても、まあどっちにこっちですかで、もう一丁ユニゾンビ出していく、はい、ほらでユニゾンビ効果発動していく。ユニゾンビの効果によってデッキから何らかのモンスターを墓地に送っていくぜ。さあまた最強の焼き芋部隊を墓地に送っていく。で焼き芋墓地送って焼き芋効果発動、焼き芋の効果で、仲間を呼ぶ効果、王子と、ホワイトメアを手札に加えていく。ホワイトプリンスとホワイトメア OK。 そしてワイトプリンスを墓地に送っていく。ワイトプリンスの効果と、ワイトプリンスは、墓地を送れた場合、ワイトとワイト夫人を墓地に送ることができる。そしてこれによってどんどんワイトキングの打点がアップしていく。よしよしよし、いいぞ。8000、4つ、もうちょっとソリティアしていいか。ワイトプリンスの効果発動、ワイトプリンスの効果により除外されている、あ、除外されてるじゃねえや、墓地のワイトと、ワイト夫人を除外し、ワイトキングを特殊召喚で一旦トロイミアフェニックスしますか。ちょっとジャイアントボールパークちょっと面倒くさいので、一旦トロイミアフェニックス出してパーク破壊しよう。これとこれでいいのか。でフェニックス特殊召喚していこうか。お前のジャイアントボールパークとかいう謎のフィールド魔法は破壊させてもらうぜ。もうこんな魔法カードいらん、消えろ。よし、そしてワイトメアの効果発動、ワイトメアの効果によって除外されているワイト夫人を特殊召喚していく。ほいでですね、ワイト夫人という、トレメヘンクスいいか、こことここでリンク召喚、現れよユニオンキャリア。そしてユニオンキャリアの効果発動、ユニオンキャリアはフィールド上のモンスター1体を選択し、そのモンスターと同じ種族または属性のカードを、デッキから装備することができる。これによりジ・エンドスピリッツを装備させてもらうぜ。そして墓地に存在するリンクリボーの効果を発動、リンクリボーはフィールド上のモンスター1体、レベル1のモンスター1体を墓地に送ることによってこのカードを特殊召喚することができる。そして墓地をくれたジ・エンドスピリッツの効果発動、除外されている闇属性モンスターを全て墓地に戻す。そして墓地に存在するメズッキーの効果発動、メズッキーの効果によりこのカードをゲームから除外し、墓地に存在するアンデッドモンスターを一体特殊召喚できる。現れよワイトキング、うわおりゃちょっとウィーカーバトルするかも、1万1000円分だと勝ちだろ。バトルフェイズいけ、アルティメットバイトパーンチ、うん、最強濃いユニゾンビ、あー、オッケー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 、うららだけやめて、本当にうららやめて。シラニーの掛け物召喚で、シラニーの掛け物効果発動、通る、いやー通る、よし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 オッケーオッケーオッケー、もう本当にね、これ止められると世界終わるんだよね。で、ユニゾンビ効果オッケー、準備完了。さあ、君のターンだよ。なかなかに最強盤面ができてきたんじゃないかい。さあハリファイバーの効果も発動できちゃうよ。これはあいつの動き一旦見てみようか、一旦見てみよう。さあ一体何デッキだ、合金金マナツボいいだろう、合金くらいは許して差し上げよう。ちょっとチェーンしちゃうとあのフォーミュラシンクロ の, あのタイミングがねダメなん で、ここで終わったタイミングでハリファイバー効果、メインフェーズはちょっとね先にね優勢権相手にあるんですよね。なんでちょっと発動するタイミングを若干あの考えないと、ハリあのフォーミュラシンクロのドロー効果がなくなっちゃうんで、フォーミュラシンクロン、召喚効果1枚ドローする効果、にチェーンしちゃっていい
か、リンクリボコか。リンクリボの効果発動をレベル1のモンスターを1体墓地に送って自分を、反復横飛びさせる効果に遅延し、視界のバンシーの効果、このなんか不健康そうな女をゲームから除外すると、デッキからアンネットワールドを発動することができる。ほいで、リンクリボーが蘇ってくる。そして、特殊召喚に、あ、じゃあ除外されたグローアップブルームの効果発動。グローアップブルームの効果により来い、ドーハスーラー特殊召喚守備表示。これでレベル2のチューナーとレベル8のアンデッド族が用意できたので、あれですね、重心クロ、重心クロ、重心クロができると。え、やばえ、あ、天の岩戸、やべえ、スプリットモンスター以外のモンスターの効果が無効になったデュエルリンクスかな、やばいって、岩戸はやばい、普通に強い、ちょっと待って、何それ、スプリットゴーリング、何その自信魔法、シラ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 、何それ、今日わからんわからんわからん、何これ、とりあえず岩戸は無理、全モンスターの効果無効になりましたやばい、やばい、これスピリット以外スキドルとかいうやばすぎる効果で、これ誰やお前、特殊尺誰、やばい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 、何それ、無理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 、マジで岩戸ビートマジ強え。